皆さんこんにちは、モスアクトのファニーです。今回は標高1504メートル越前岳山頂からスタートです。いつもと違う苔を見たくて朝から登山をしました。天気がとても良く、富士山の山頂が見えます。いくつかルートはありますが、この駐車場から山頂までは約2時間。登山者も多く、ロープや階段など比較的整備されているようです。無事山頂に到着しました。今回の登山ルートは国立公園内、周囲も静岡県の自然環境保護地域に指定されているため採取はしません。現地での情報だけで苔の名前を推定していきます。周りの目を気にしつつ山頂も観察してみましたが、姫ジャゴケ、杉ゴケの仲間、千本ゴケの仲間かなと思われる苔しか見つかりませんでした。苔芽が全然養われていません。さて、下山しつつ苔を観察していきます。最初に目に飛び込んできたのはコセイタカスギゴケです。撮影場所の標高は1400メートルくらいですが、下山するまでの間いろんな場所に生えていました。顕微鏡での観察の様子は概要欄にリンクを貼っていますので、こちらの動画をぜひご覧ください。苔はたくさん生えているのですが、見た目で分かりそうな苔がなかなか生えていません。こちらの苔は大紅ハイゴケではないでしょうか。完全に見た目先行ですが、褐色であることやツヤがあること、湿った場所に生えるという特徴が一致しています。ちなみに黒い枝のようなものが一緒に生えていました。現地ではわからなかったのですが、写真を見返してみると苔っぽいです。腹側を撮影しておくべきでした。この辺りの地面は膝をつくとズボンがべちゃべちゃになるくらい地面が湿っています。ここに見たことのある苔が生えています。もう少しよく見てみましょう。フロウソウ、そしてオオカサゴケのようです。まずはフロウソウから。荒野の万年草と悩みましたが、おそらくフロウソウだと思われます。枝は先端にかけて細くなっていることはなく、一定間隔で葉がついているようです。フロウソウは二次茎がまっすぐ生えますが、写真のものは曲がってしまっている様子です。周囲のものはそんな様子ではなかったので、被写体選びが悪かったようです。続いてはオオカサゴケです。以前も動画でご紹介しましたが、この辺りにはかなり多く生えていました。現地でなんとか葉の枚数を数えてみると約50枚。葉の縁の挙手をよく見てみると創生になっているので、オオカサゴケで大丈夫でしょう。900メートル付近から1400メートルまで幅広く確認できました。何度見ても美しい苔です。近くの木の幹にはヒムロゴケと思われる苔が生えていました。こちらの苔は北海道にいた時よく目にしていました。ゴワゴワとしていて硬い印象です。乾くと上を向くそうです。
まだ標高は1400メートル程度。苔観察しながらだとなかなか進みません。こちらの倒木に生える苔を見てみますが、ほとんどわかりません。こちらの写真は服部提灯苔だと思います。葉先は丸く、巨子はわずかに先端に届いていないように見えました。また中毒が褐色のものもあったため、服部提灯苔ではと考えています。はっきりせず悩みましたが、ご意見もいただきたくご紹介することにしました。続いては葉水苔です。こちらは見た目でわかりやすいです。何もない地面から柵が生えているように見えます。地面には原始体があるため緑っぽくなっています。柵はたくさんの毛で覆われ、小杉苔や小セイタカスギ苔と同じような柵をしています。ようやく100メートルほど降りてきました。現在1300メートルほど。こちらに立派に群生している苔があります。見てみましょう。どうやら岩垂れ苔のようです。茎の途中から次の茎が伸びて階段状になっています。低葉と地葉の大きさが違います。図鑑には毛葉があるとありましたが、肉眼では確認できませんでした。階段状に成長するため、ボリューム感もあって手触りもふかふかでした。岩垂れ苔からさほど離れていない場所に図鑑で見たことある苔が生えていました。初めて見たので自信がありませんが、忍ぶヒバゴケのようです。ポロッとちぎれているものがありましたので、作りを観察しました。岩垂れゴケと同様に階段状に成長しているようで、先端付近から生える枝は細くなっています。茎には毛葉がびっしり生えていて、形葉には縦じわがあるようです。こちらは枝の様子。毛葉があり、子葉は形葉より小ぶりです。周囲には茶色っぽくなっているものが多く、また改めて観察してみたいです。まだ麓までは距離がありますが、ここから登山者の方と雑談しながら下山したので、苔観察はこれでおしまいです。今回は採取なしでの苔観察でしたが、野外での同定は難しいです。顕微鏡に頼らない経験も必要だと感じた苔観察となりました。最後までご覧いただきありがとうございます。